はい、お疲れ、あ、いや、タンが絡む、タンが絡む。はい、お疲れ様でございます。今回珪藻土水切り、ま、喉の調子悪いな。300円ダイソーでこれを購入しましたので、紹介していきたいなというふうに思います。用途としてはね、一応この食器用とペットフード機の下にも、植木のプランターの下にもこの3用途が書いてますと。そして匂い吸収&吸水作用、手入れ簡単、洗濯いらず、両面で使える。でサイズが 30cm×20cm で、分厚さが書いてないな。早速開封していきましょうか。前にね、珪藻土バスマットとかコースターとか紹介したんですけど、そして、色はなんか一種類しか売ってなかったんですけど、これ白っぽいやつ、カメラで色伝わらんかな、ちょっと白っていうか灰色に近い白、そうですね、真っ白ではないですね。そして両面使いますと。ちょっと分厚さなんですけど、カメラの三脚の調子が悪い。ちょっと高さ測りましょうか。9ミリですかね。高さ9ミリ。20×30 っていうことは結構置けますよ。2個置いて、あとこんな感じですかね。2つぐらい置けます。これで1杯ぐらいですかね。違いました。普通食器洗った後やからこうするんでしたっけ。こうしますと。あ、しました。コーラをこぼしました。最悪、浸透していくやん。で、コーラが吸収していく。あ、もうなくなった。もう蒸発していく。ちょっと水で洗いましょうか。ちょっと水洗いします。ちょっとコーラがね、浸透していったかもしれないですね。あと最初手で触った時にね、この白いのつくんですよ。これ軽く、水拭き、なんて言うんですかね、ペットティッシュで最初拭いた方がいいかもしれないですね。こうやった時に食器に粉つくんでね、最初ちょっと拭いた方がいいです。あとここにね、ペットフードの器の下にもって書いてますよ。これやっぱ家でエリマキトカゲとか飼われてる方ね、こういう風にやっぱ濡れるんですよ。エリマキトカゲとか飼われてると。そういう時にこう下に便利ですね。風呂から上がった時にね、これ2枚引いといたら、足拭きマットに使えます。そういう使い方じゃないかな。さっき水つけたんですけど、もうサラサラですよね。すぐ乾きますね。そして注意事項だけちょっと読んでおきましょうか。直射日光、天日干し、海面活性剤、床にこんな使うかな。あと店舗によってね、これ置いてないところあると思うんですけど、そういう場合はね、ダイソーのオンラインショップ、そうなんですよ、通販で買えるんですよ。そうまでわざわざ足を運ばんかっても髪の毛ついてる。そうなんです、通販で頼めるようになりました。久しぶりにやっときましょうか。メイドインチャイナ。そうですよ、この段ボールの右端、メイドインチャイナって書いてます。マテインチナでした。今回は以上ですね。こちらをちょっとシールを貼って終わりにしましょうか。はいはい、以上で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、このこっくりさんのシート、家の部分がない、灰と灰しかない。え、勝手に置く。いやいやいや、どこ行くね。結局ね、この商品気に入って、次の週にね、この、買い増ししてきたんです。結局3個。全部で4つ買いました。4つ買っても、1200円ですよ。そうなんです。結局ね、食器っていうか、コーヒーをよく飲むんで、ここにコップをいっぱい置きたいんですよ。あ、色違う。いや、気のせいか。一緒でした。なんか白っぽいような色。あ、カメラ越しに見てたら、いや、一緒の色です。前説明したかもしれないですけどね、ダイソーってね、売り切り商品と、あとベストセラーっていうのがあるんですよ。
で、こっちが多分ね、売り切りなんでね、もしこの在庫が切れたらもう入荷されてこない。なんで、もう見つけたら1枚ぐらい買っといた方がいいかもしれないですね。ストセラーっていうのが、売り切れても、どんどん入荷される商品のことです。例えば、トイレのブルー、商品名出したらか、トイレの青い丸いやつ。あれです。あれとかね、ベストセラー商品なんでね、いつ行っても売ってます。